ケリしましょうね。ひななちゃん、こんにちは。あはー、こんにちは。すっごくいい位置にほくろありますよね。ありがとうございます。市川さん、魚座の A 型なんですね。そうですよ。あはー、すっごい元気ですね。うん、すっごく元気だよ。ひなな、お話ししたいな。はい、いいですよ。なんかいい匂いしません？あ、そうそう。あはー、ピアスって開けるの痛いですか？いや、別に。ちょっとお菓子の箱置きっぱだったんですけど。なのじゃないですけど。なんかいつも舞台に立ってるみたいですね。おや、それならヒロインはひななにお願いしてもいいかい？よければ今日のひななの幸せについて聞かせてもらえないかな。あはー、なんでですか？いつもかけてるのって伊達メガネですか？うん、本物メガネだよ。ひななん、ひななん、後でいただき物のお菓子分けるんだけど、ひななんも参加しない？へえ、いいですか？スキンケアって何使ってますか？バイバイ。はーい、バイバイ。小学校楽しいですか？楽しいです。ひななさんも高校楽しいですか？ひななさんもトール先輩、まどか先輩って呼ぶんですね。あたしと一緒です。ほんとだ、一緒ですね。わー、美味しそう。よかったらお一つどうぞ。ひななちゃん、この間のお休みどこか行ったりした？ああ、トール先輩のお家ですかね。髪、ブリーチすると痛みません？おー、だな。まあ、私は短いからなんとか。1学年下なのか？そうですよ。なんでですか？わあ、ここにあった漫画勝手に読んじゃいました。どうぞ、お先にどうぞ。あはー、ありがとうございます。今日のリップって何使ってますか？この色お気に入りなのよ。これはね、なんだかとっても楽しそうね。はい、毎日楽しいですよ。あ、アプリコット見てくれたの？めっちゃ嬉しい。アマナ、天下ちゃんといるとめっちゃ幸せ。あは、よかったですね。あ、座ります？いいの。くれるの？これクッキー。うん、じゃあどうぞ。わあ、そのストラップかわいいですね。ほんと？これ実は手作りなの。
かわいいネイル。あはー、ありがとうございます。毎日楽しいですよね。そうっすね、楽しいっす。幸せってなんすか。なんですかね。なんかすっごいアイドルって感じですよね。冬のことかな。ありがとう、嬉しいな。ひななちゃんと一緒にいると冬も幸せって気持ちになるな。あはー、そうですか。アイライナーって何使ってますか。なんだっけ、ポーチの中見てみる。